はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。笑っとんなぞとな、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、雨の日に使えるアレンジをやってみました。はい、はい、で、ちょっと池田さん、じゃ、回ってもらいましょうか。はい、はい、このヘアアクセをつけたんですけど、まあ、これがセリアで売ってるなんかこうパチンとするやつなんですけど、ちょっと画像を出しますね。まあ、そのこのやつで、で普通にこう全体的にまとめた方がいいんですけど、ちょっとまとめる時のこうワンポイントもあって、なんかこうやった方が可愛いですよみたいな感じで、やってみました。ありがとうございます。で、遅れ毛とかもちょっと結構今回多めに下ろしてて、あと全部まとめるのが苦手な方とかでも、やっぱ顔周りがあるだけでも全然印象も変わって、簡単にできるアレンジになってるかなと思いますので、雨の日に使えるアレンジ、まあ、暑い日でも全然使えるんですけど、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。もう今何もしてない状態から N ドットのオイルをつけていきます。ちょっとパサつきがあるところに中心につけて、まあ、表面と、あとちょっと今回は内側の部分もしっかりつけるようにしてください。で、次に顔周りの髪の毛を下ろします。まず顔周りの部分と、今回はもみあげの部分も少し下ろして、ちょっとなんかたくさんみたいな形で、耳前の部分のこうちょっとこう髪の毛が細い部分を下ろしておきます。で、次に後ろの髪の毛を取り分けて、襟足の部分の髪の毛を少し下ろします。で、上の髪の毛をちょっとこう斜め下に持ってきて、襟足の髪の毛をそこに巻きつけます。これをなんかゴム代わりというか、ゴムみたいな感じでこういう風に巻きつけていきます。で、次にセリアのヘアアクセをここの巻きつけたところに挟んでつけていきます。で、ここのヘアアクセを持ちながら、この表面の部分ですね、ちょっとだけボリューム出していきます。ボリューム出して、ここのちょっと丸みができれば OK です。で、巻きつけた髪の毛も少しこう引っ張ってルーズに動きを出していきます。で、毛先の部分とかがこう、まあ、最初にオイルつけたんですけど、その時にこれぐらいまとまりが出てたらこれで OK なんですけど、ちょっとこれでも乾燥してたらもう一度オイルをつけてください。はい、こんな感じで仕上がりました。襟足の髪の毛を巻きつけて、まあ、普通にまとめ髪にした感じなんですけど、結構ポイントとかも耳を少し隠しながら、遅れ毛も結構多めに今回は出してます。で、オイルつけた時にこのぐらいの潤い感があれば結構可愛く仕上がるかなと思いますので、雨の日に使えるアレンジ、よかったら参考にしてみてください。